はい、それでは皆様、お疲れ様です。お疲れ様です。新規集客には2つしかなくて、広告の集客か口コミの集客しかありません。で、広告の集客をする会社と口コミの集客をする会社がどれぐらい違っていくのかということをちょっとお話しします。まず広告集客とはどういうことかというと、広告主の思いっていうのがまず上に書いてあるんですけど、まず広告出す方は価格勝負を、もう最近ではね、価格で勝負しとかには勝てませんと。で、あとは特典をつけなければいけない、今なら何かがついてますとかね。で、広告を作るとどうしても多額の制作費がかかります。お客さんの思いはどういうことかというと、ここ一番大事なところなんですけども、これですね、違いがわからないから価格で判断する、これですね。サービス商品だけ欲しいんですね、今のお客さんは。特典だけが欲しい。次回も同じところに行く可能性はゼロです。で、そのお店に対する思い入れもゼロです。お客さんっていうのは安いものをいかに手に入れるかしか考えとらんので、その会社が儲かろうか儲かるまでどうでもええよ。じゃあその次、口コミ集客はどうなるかというと、新規のお客さんよりも既存客に目を向けるということです。僕が一回美容院に、僕の後輩の美容院で行っとるんですけども、そこが一回ホットペッパーに出しとったんですけど、僕がおって、その新規のお客さんがホットペッパーのチケットを出して 10% かなんか引いてもらえるわけです。で、僕はその次チェックじゃったんですけど、僕定価だったんですよ。何年かよ、取ろう思うたんやわしはみたいな、ね、なんであの一回しか来んやつが 10% できて、わしは定価なんやと。ということは、そういうことをしようと、既存客っていうのはラーメンとんかってなりますからね。だからここ既存客としての差別化。僕らが考えてる口コミ集客の基本はリピーター作りです。このお店なら何とかしてくれるとか、このお店しかできないことがある。口コミされる必要十分条件として、この3つがあるかどうかを理解してください。皆さんの会社を理解しているか、皆さんの会社を信頼しているか、皆さんの会社を覚えているか。理解、信頼、記憶です。この3つの条件が口コミ集客には絶対あります。で、そこに書いてますけども、これら全ての条件を満たす唯一の存在は身内的関係です。これどういうことかというと、皆さんの親戚に、例えば旅行会社で勤めてる人がおった場合に、皆さんが旅行に行こうと思った時に、多分そのおじちゃんに一回連絡するかなんかして何か問うはずです。それはなぜかというと、そのおじちゃんがちゃんとしとるということを知ってるね。で、そのおじちゃんが旅行のプロとしての信頼をしとる。で、最後です。あのおじちゃんは旅行会社の人だということをちゃんと記憶しとるかどうかです。〇〇といえばここって一瞬で出るようにしとくかどうかということが大事です。刷り込み、記者は覚えてる。何々といえばここだけなんだけど、僕らがやるのはこの上の2つも含めて、口コミされる3つの条件を満たして身内的関係を作りましょうよというところです。そうすることによって、必ず選ばれる存在になりますよと、ということです。皆さんが買ってくださいって頭を下げるイコール、もうこれ買ってください言うたら負けですからね。買ってくださいイコール安くしますっていう意味ですから。頭を下げない、頭を下げないっていうのは、物を買ってもらってありがとうございましたって頭を下げないんじゃなくて、買ってくださいって言って頭を下げないっていう意味ですね。だからいかにお客さんからその商品ぜひ売ってくださいよと言わすかを常に考えます。商品を売らずにストーリーを売る。あるある大事典っていう番組はご存知だと思いますけども、この番組の視聴率がなぜ良かったかです。新聞とかに載るタイトルはこんなタイトルです。たった1秒でダイエットができる驚きの方法みたいな感じでやるから、主婦たちがみんな見るんですね。それなぜかというと、主婦とかね、人間はいかに楽して最大限の効果が手に入るかなんですね。これは、女性だったらとにかくよくわかると思うんですけど、スーパーに行ったら必ずこういう人参とか大根とか何かなくなる前の日は、こういうダイエット法のテレビが絶対やっとるんですね。それなぜかというと、人参食えや自分も痩せる思うと思うんですよ。そんなにやらなきゃあもないですけどね。でも
あるある大辞典というこの番組は決して人参を売っとるわけじゃないんですね。あるある大辞典が一番売りたいのはこの太るメカニズムと痩せるメカニズムというストーリーを売っとる。何やっても物が売れんのんですっていう会社は一生懸命この人参を売るんですね。でしかも今日は大安売りみたいなこういう文字を踊らして売るんです。やらないけんのはここのどうやって太るどうやって痩せるみたいなこのストーリーを売ってください。僕らがやっとるのは皆さんのニュースレターの中で所狭しと載っとるのは全てここが載ってます。だから今日初めて来られる方は、皆さんのニュースレターあとお見せしますけども一切人参は売ってませんから、全部痩せるストーリーとかを売ってます。お客さんに勉強してもらわなきゃいけんの。双方向の関係性を保っていくということですね。最後は身内的存在になってもらおうという、これさっきお話ししたように全てのお客さんに身内的関係を作るというのが、これが、このうちの全顧客身内化実践会という会でやっていることです。全然こういうことを知らない人から見たら同じニュースレターに見えてるはずなんですけども、中身が全く違います。ストーリーがどうしても作っていくと自分よがりのストーリーになってくるので、それをここでみんなで見て、あんたこれ自分よがりじゃねえみたいなことをバンバン言われますから。じゃあ今から5月号まだ出たばっかりのニュースレターを皆さんで酷評をしていきたいと思いますので、皆さんがもしお客さんとして見たらどうかというところでやっていただきたいと思います。これ前回の時にどこよく覚えてないんですけど、なんか告知とかされてらっしゃって多分なかったような気がしたんで、まあなんかせっかくこういうの締めに出されるんだったら、まあで分かってるんだったら前から告知みたいなものとかされててもよかったんじゃないのかなと思いました。やっぱりこの持ってらっしゃるスタッフさんの紙がすごく気になります。とても、A4 コピー用紙で書いたかなっていうのがちょっと分かるような状況っていうのがすごく、ちょっと残念だなっていうところが、ちょっとスタッフに対するその何て言うんですか、愛情的なものが私はもうちょっとこうかけてやりたいなっていうのが思いました。はい、卵焼きとは炊きたてご飯の無料券のところで毎回思うんですけど、あの湯気が出てる写真があるだけで食欲がそそられるのに、文字だけで無料券って書かれてるよりはなんかこう、あの食べ行こうかなってこう視覚的に訴えた方がいいなと思います。言い回しだと思うんですけども、お休みをいただきましてありがとうございましたっていうか、まあお休みをさせて、まあお客様に多少まあご迷惑をおかけしましたという言い方にするの、その辺を少しニュアンスだと思うんです。変えられたらよろしかったのではないかと思います。